吉谷さん、まあ、私ね、ナイト2000乗ってるじゃないですか。考えてみたら、ナイト2000のレプリカなんてね、誰かが、ナイト2000のレプリカですよってセールスしてないですからね。どこにも広告も載ってないし、特売もないし、分割ありますよっていう提案もないし。で、しかも、販売台数って、 日本国内でね、100台いってないんですよ。で、私の購入した会社一社に限って言うと、だいたい50台ぐらい売ったかなみたいな感じなんですよ。じゃあ仮に車いがあって、50台しか売れてません。商売になりますかねで、広告も出してません。セールスもしてません。なんなら、看板も別に、個別の 車に対して出してません。でもなんでお客さんはその会社を求めてくるんでしょうかやっぱそこには100万台売ろうが200万台売ろうがかけがえのない量産型ではない1台があるからでしょうね。だからナイト2000私もね販売店に行ってお店に行ってレプリカがあるのはもう最初知ってたんでもう値段じゃないんですよ。 これれを売っっててくれませんんかいいうふうふにお願いしたんですよねで私は1,000万までは覚悟してたんですよいくらか分かんないんでまあでも1,000万とはいかないけどもでも似たような金額で提示されてね「よろしくお願いします」っていうふうな感じで買わしてもらいましたねで買ってからの維持費もなんか知らないけど馬鹿高くって車検がだって100万超えるわけですからねまあそれも織り込み済みで買わしてもらったんですけども うん、ここで何が言えるかっていうと、じゃあお客さんが1人しかいません。視聴者さんが1しかいません。再生数が1しかありません。商売になりません。本当ですかってことなんですよ。その再生数の1を作った人でも、今日誰かにお金を払って何かを買ってるわけですよね。だから売れないことはないと思うんですよ。ただ何が売れるかがわからないだけ。いくらまでならそれに出せるかがわからないだけ。わからないからたくさんの 無料動画を出すことによってアプローチするわけじゃないですか。で、だん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 分かっていくんですよね。そのリサーチのために動画をたくさん出してるのかもしれませんよね。似たようなテーマで動画を発信していくと、一定の再生数は担保できる。となると、濃いファンがずっと継続して見てくれてるんだな。 まあつまりプロダクトローンチが進んでるってことでしょうねでどのテーマでリピーターが現れるかってことを考えると何に困って何を求めているのかってことが分かってくるからそこにセールス動画をポンと置くだけって感じですよねほんと手数の勝負だと思いますよ、うん、私たちはね手数の勝負いってみましょう